はい、こんにちは。今日は YouTube の不具合についてお話をしたいと思います。昨日、YouTube 簡単使いこなし第27弾の動画で、動画再生ページのコメントに関するお話をしましたが、そのコメントに関してちょっと不具合が起きておりますんで、お話をしたいと思います。例えばこちら、この動画の、コメント欄なんですが、ここに一部のコメントはスパムの可能性が高いため非表示になっていますという表示があります。はい。で、これをね、確認するためにコメントを確認をクリックします。はい。そうしますと、まあ、一件の、コメントが表示されます。まあ、これ、スパムではないようなコメントなんですね。ですんで、これ、スパムではないと承認をするという、操作を行うんですが、ここに、チェック、承認、削除というボタンがあるんで、ここ、先頭のチェックボックスにチェックを入れます。そうすると、承認か削除かのボタンが有効になります。ですんで、これ、承認しますというところをクリックします。はい。これ、クリックしても何も変化が起きません。同じように削除を押しても何の変化もないんですね。ですんで、これ、確認をやめるをクリックすると、はい、また元の状態に戻ります。ですんで、これ、いくらね、コメントを確認する。で、ここ、チェックボックス入れて、承認をやっても、削除を押しても、何をやっても、反応しないということですので、これは、新しいシステムを導入したことによる、まあ、YouTube 側の、不具合、バグの可能性が、高いのではないかなというふうに判断をしておるところです。それと、もう一点、関係があることをお話をしたいと思います。はい、こちらの動画再生ページなんですが、ここのコメント欄を確認します。そうすると、まあ、5件のコメントが入っておりまして、さらに承認待ちのコメントがありますという表示があります。そこでコメントを確認します。しかし、承認済み、承認しなければいけない、コメントがないんですね。で、確認をやめるを押すと、先ほどの表示が消えるんですね。ただし、動画再生ページを再読み込みを行いますと、はい、また、このような承認待ちのコメントがありますという表示が出るんですね。多分これも、先ほどお話をしましたように、新しいコメントシステムが採用されたことによる YouTube 側のバグ、不具合ではないかなというふうに、判断をしておるところです。あと1点ございますんで、お話をしたいと思います。はい、こちらの動画再生ページですが、このコメント欄を確認したいと思います。はい、と、ここね、コメント、1、2、3、4つか、一番上のがこれ、共有しましたというアクティビティなんで、問題ないんですが、その下のコメントなんですが、過去のコメント、新しいコメントシステムが採用される前の、古いコメントは、もう返信ができません。はい、ここね、返信というボタンがありません。
ここにもここにも返信というボタンがないんですね。これはバグではありません。そういったコメントシステムの仕様になっているようです。このことはですね、こちら、日本版 YouTube クリエイターオフィシャルブログに書いているんですが、昨日付けの記事に、より会話を楽しむためにコメント機能が新しくなりましたと書いてありますが、その一番下、ここですね。新しいコメント機能は以前のバージョンとの互換性がありません。リリース以前に書かれたコメントには返信できません。ご了承くださいと書かれてますんで、ですんでね、ちょっと以前の、コメントにお返事をしたいと思っても、返信ができませんという、そういった仕様というか仕組みというかね、そういった、ことになっておりますんで、先ほどご紹介しましたように、この方に、ね、返信をしたいと思っても、もう今はもう返信できませんよと、まあこれはちょっと、なんていうかね、不丁寧というか、返信をしたいのに返信ができないという状況はいいのかなという気もしますが、まあ、これは YouTube 側の、仕組みなんで、しょうがありませんが、先ほどの、2点ね、スパムコメントの取り扱いに関するものと、承認待ちのコメント表示に関してはね、これは不具合は修正されていかないといけないかなと思ってますんで、ご対応のほどよろしくお願いします。はい、今回はね、新しくなったコメントシステムに関する不具合のお話をしました。それでは失礼します。僕たちの未来はそんなに悪くない。踊る宮崎大捜査線 YouTube 出張所です。このチャンネルでは南九州の話題、スマートフォンの話題、YouTube ライブをお届けしています。南九州の話題、イベントがあった当日または翌日にアップロードします。スマートフォンの話題、不定期にアップロードします。 YouTube ライブ4度頻度ない夜、毎晩午後10時30分より、タイトルに沿ったおっさんの一人語り的な番組です。ご意見お便り募集しています。グッド、バッドの評価ではなくコメントいただけると幸いです。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。